国道405号、群馬県中野城町入山ののぞり湖まで1キロメートル手前の地点新潟県津南町町。役場付近国道405号は、群馬県東郡中野城町から新潟県上越市に至る一般国道である。長野県との県境に近い群馬県中野城町ののぞり湖から、長野県下見の地群栄村の秋山号までの区間は未開通で、 秋山号内は地元住民の生活道路である。新潟県中魚沼群津南町の役場付近に国道117号との重複区間がある。長野県、新潟県の区間は、いわゆる国道が多く山間部で連続するが、市街地では2車線の道路もある。秋山号へ通じる川沿いの道は、道幅が狭く、所々で退避所が設けられているが、 ガードレールの整備は行き届いていない。交通量は少ないが、秋山号津南は路線バスや乗り合いタクシーが運行されている。日本の秘境百選にも数えられ、多くの温泉を要する長野県の秋山号へ通じる、一本道は、新潟県側しか入ることのできない行き止まりの道路である。新潟県上越市や東海長子の松の山地区の沿線には、 複数の集落で美しい棚田が広がっている。特に、松の山地区の棚田は、農林水産省が制定する、日本の棚田百選にも選ばれている。2006年の通行規制地点長野県内においては、他の県内の国道、県道と一つも接続していない。橋梁、ありがとうございます。